どうも、こんにちは。いつもお世話になっております。これ寝起きでございますね。今深夜3時です。<laughs> こんな時間に起きてね、新聞配達がおいわばと言われそうですけども。いや、でもね、こうやって元気に過ごせるのも、たこまるさんのおかげです。ありがとうございます、のむひとさん。やっぱりね、一週間飛ぶと、たこ焼き食べれないじゃないですか。だからね、今回ね、ちょっと控えめに一パック、ちょっとね、減らして注文したんですけども、 走り始めて10分したら全部なくなってました。ヤマト君もね、今日はね、4玉食べたんですよ。出かける前に、ちょっと軽いね、昼食をヤマト君には取らしたんですけども、いや、4玉も食べちゃってね、もう1パック食べる日も、もうちょっとですよ。<laughs> すごい。多分ね、生涯最もたこ焼きを食べた2歳児ってのは、ヤマト君を置いて他にないんじゃないでしょうか。あの、 スジコンもとっても美味しいと奥さんもねヤマトくんも言っておりました美味しいよっつってからねヤマトくん言ってたんですよちょっと録画はしかねたんですけどもねあのしそこにちゃって私運転してたんでいや私もねでもね運転しながら片手でこうやってねたこ焼きパクパクっと食べて最初の信号待ちしてる時にあれなくなってるわみたいな感じでね <laughs> 6個あっという間でございましたねやっぱりねビビらずにいつものように3パックプラススジコンで4つこれ食べれたなぁと思いまして ちょっと後悔してね、引き返そうかと思ったんですけども、いや、もうそのまま帰っちゃいましたね。はい、ところでね、いろんなところに、カモがいっぱい出てました。あの、さすがカモ型だなと思って、カモ型のね、こう、田舎道をこう、ぐるっと行ったんですけども、あっちにもカモ、こっちにもカモ、そっちにもカモ、こっちにはウ、みたいな感じで、カモカモカモウ、みたいな感じになってましたね。いや、あのね、やっぱりね、土曜日に、こう、高丸さんに行くと、 ワワクワクしますね私にとってみたらこの小さな修学旅行みたいな感じで引率の先生みたいな感じで、ね、バス運転する気持ちで行くんですよで向こうの方に黄色いランプがくるくるくると見えてくるとあ,あ今日もお二人ともおそろいかなと思ってね行くわけですねで今回ね大和くんにちょっとお菓子とあとイチゴの大変ねとっても素敵なのをいただきまして本当にありがとうございましたあのどうかお気づかいなく とってもありがたいんですけども、本当にいいのかなと思っちゃうところもありますね。まあでも、遠慮しないのが、あ私たちの中かなと思いますので、<laughs> はい。あの、そこはね、ずうず,ーずーしくも、ありがとうございましたと言わせていただきます。えーっと、これからね、もっともっと寒くなるでしょうね。昨日も雪が降ってたように。今日は7時から廃品回収があるんで、私、間もなくしたらちょっと出かけないといけないんですけどね、4時間ほどしたら。寒そうですね、今日もね。うん。まあぜひね、 たこまるさんのお店の中、まあ、調理してるんであったかいと思いますけどもお風邪などひかれませんようによろしくお願いしますいつもとっても美味しいたこ焼きと温かいお出迎え本当にありがとうございますものすごくいいご縁ができたなと本当にいつも思ってます毎日ですよ毎日思ってますはいほん、えー、にねありがとうございました今後もよろしくお願いします今度はだから あれですね。今日何日だ ?18 でしょ ?19 でしょ今度25日ですか伺うのかで、ひょっとしたら25日伺ったら今年ラストかもしれないですね。あとあれでしょ ?1 月1日が土曜日ですけどもお正月ですもんね。だからもしかしたら1月8日になっちゃうかもしれません。今年もあとお会いできるのは1回体に気をつけて楽しい12月末をお過ごしください。 そして変わらぬ元気な姿で新しい土地を迎えていきましょうありがとうございましたそれでは失礼します